野崎チャンネル。ちょっ、さあ、2月11日、キャンプレポート。今日は10球団目。東北楽天ゴールデンイーグルス。練習試合を見てですね、名古屋でね、2日連続名古屋で行ってきました。しかし、まあ、日本ハムとね、練習試合でしたけども、今日のメインは楽天というところで、楽天の選手をね、中心に解説していると思います。まあ、ということでね、まあ、今井が新監督になりまして、ね、初指導というね、初めてのキャンプを迎えて、どうだったかっていうね、ところでございますけども、もちろん今日も日刊スポーツのね、評論コラボ載ってますから、ネット、そして締めてね、ぜひチェックしてみてください。詳しく書いてますからね。さあ、ということでね、まあ練習前にもね、今井監督と、ね、話をしましたけども、まあその前にね、球場のところであったら、鈴木大地も来てるね、お、大地、もう初戦から来てんだ、若いね、つって。いやいや、っていうからね、永遠の崖だね、っていうようなね、話をしながら、そしたらね、スターティングラインナップに、まあ、30ね、今年で34歳になる、2番鈴木大地、で、3番岡島、4番阿部、ここら辺も同級生だからね。で、5番がね、茂木、ね、今年、30歳になるっていうところでね、ベテランがね、2番から、5番まで一気にね、並びましたけども、まあ、そこら辺ね、今井監督に聞くとね、直接ね、もう全員が、まあ、勝負していく中、若手も含めて、監督がね、変わったっていうところもあって、目の色変えてね、すごいやる気出しやってくれてると。まあそうなのよ。佐々木さんでね、満開言ってますけども、監督が変わると、まずどうなるかっていうと、チームがね、強い弱いっていう前に、使われる選手が変わるっていうね、前監督では重宝されて使われる選手、逆にね、チャンスがなかった選手が、監督が変わることによって、その勢力図が変わるっていうところもあるから、若手もベテランもね、監督が変わってアピールすればね、使ってくれるかもしれないチャンスやっていうところでね、頑張るっていうところでは、すごいいい雰囲気でね、戦えてるっていうね、話も聞くんでね。で、その中ね、鈴木大地ももう今日から試合出るって言って、若いねって話してたんだよって言うとね、まあ、ベテランにもね、チャンスを与えると。その代わり、ね、自分で掴めと。だから、もう練習試合、対外試合の初戦からもうベテランも使うと。その代わり、それをチャンスをつかめなかった場合、やっぱり若手に行くと。でも、競争させないまま使わないっていうことはしないから、ベテランも含めて全員にチャンスをあげると。しかももう初戦からやと。で、そこで結果が出る出れないで本人たちの居場所が決まるっていうところを、まあ話もね、聞いてしててっていうところもあるけども、まあね、ここをね、総合して考えると、新しい監督にね、なると、やっぱり自分の色を出したいっていうね、これ誰しも思うんだよね。別に悪いことじゃないけども、だからこうね、高卒1年目の選手を、いきなりスタメンでね、開幕スタメンで使ったりとか、自分がね、こいつは俺が育てたから出したいんだよね。で、若手を使って、しかもね、この自分の契約期間の最終年ぐらいにね、最悪優勝できればいいから、若手を使ってね、チームを作り上げていくっていうところでは、ちょっとベテランをね、ないがしろにしながら、チャンスも与えないで、勝負をさせないで、まあなんかあったらね、困ったら使うけど、みたいなね。でも若手でね、この自分の色を出して、自分がね、育てた、ね、色をつけたっていうね、風に言われたいっていうところで、まあ、若手とかルーキーとかはね、偏重して、使いたがるっていうかね、そういう傾向がある中でね、で、まあ、こっからは想像だけど、まあ、今井自身がね、本人がベテランの時に勝負させてもらえなくて、まだ勝負させてもらえたら、俺は若いやつに勝つ自信もあるし、結果も残す自信もあるけども、もう勝負させてもらえなくて、2番手に甘んじたっていうね、経験、もしくは、ベテランの時に、勝負させてくれて、一回勝負させてくれて、自分が結果出せば使ってくれる、結果が出なかったら使われない、でも勝負させてくれたことによって、精一杯やったっていうね、自分のその言い訳じゃない思いができたっていう、これまあどっちかのね、多分どっちかの思いがあって、ベテランの選手にもね、勝負させないでやっていくと、まあ、そこはだかまりがね、できたりするからね。で、そういうところで、ベテランとね、首脳陣の、このなんか空気感が悪くなったりするとね、陰で文句とか言いがちだからね、そういったところは、しっかりね、もう使わないで、もう勝負させないで、使う選手を若手に変えるっていうことはしないで、ベテランの選手も使うと。勝負しろと。さすがに浅村ぐらいになったらね、もうポジション決まってるだろうけども、ね、自分で勝ち取れと。で、結果出したら使っていくよと。でも結果出なかったら若手に行っちゃうよっていうところで、でも勝負はさせるっていうね、中のメッセージが込められたこの初戦っていうところは非常に良かったし、まあしかもね、2打席で交代、まあよくあるんだよね、もう最初は2打席で交代っていうところで、その後若手が出ていくんでね、別にベテランを使うからって言って、若手の起用法が減ってるわけじゃないんでね、そういったところでは平等にチャンスを与えながら、自らのポジションは自分の手でつかめ、それは若手だろうと新人だろうとね、ベテランだろうと中堅だろうと関係ないっていうね、ところでは、やっぱね、
そこで結果を出せっていうね、まあ、もちろんねこの村林とか小深田で辰巳で浅村っていうところはもう決まってるだろうけどもね、そういったところの、まあ、層も厚くしなきゃいけないからね、その楽天層が薄いからね、層も厚くしなきゃいけないっていうところを考えるとね、そういったところの競争をさせてね、ベテランがね若手の壁になってね、そこからの内部競争が生まれて、ベテランも自分がまだできるっていうところのね戦場の真ん中に立って、そこで結果を残すことによって若手のとの競争が生まれてね、若手はその先輩を見ながら追い越していってっていうところがね、内部競争生まれるとチームの底上げになるからね、そういったところではこの今井監督1年目としてはね、その自分の多分経験もあると思うんだよね、それをうまく活かせた大概じゃね、初戦負けはしたけどもね、まあ、勝ち負け関係ないからねこの時期ね、いい形の戦いになったのかなと、まあ、その中でね、鈴木大地、そして、岡島っていうところはね、その起用に応えてヒットをねパンパンと打ったっていうところはね、まだ自らのね存在価値を示すっていうところではいいスタートになったんじゃないのかなっていうねところはあります。でその中でねやっぱり気になったのはね、このね山田遥かね、まあ育成選手だけどもね、五十幡の三遊間深い位置のね、こんなやんだかっていうところを強肩でね、弾丸ライナーでファーストにスローしてアウトに取ってね、ガッツポーズっていうね、やっぱりこのキャラクターね、雰囲気良くなるね、ああいったところでは、しかもね2打数1安打とね、バッティングの方でも結果を残してね行くっていうところでは、まあ今育成選手だけどね、ひょっとしたら開幕に向けてね試合感になるっていうところもあるしね、非常にねいい形のアピールしてるなっていうところもあったし、あとね中島選手ね、このドラフト、6位の、1年目青山学院からね、まあ、墓場さん推しの中島選手ね、センター前ねクリーンヒットっていうところもあったし、こういったところもね、まあ、センター辰巳勝ちって言えるかもわかんないけど、まだ両翼ね、まあ、島内とかもいるし、今日岡島も頑張ったしっていうところでね、両翼に向けてもねあるから、非常にね将来のバッティングで、まあ、ドラフト6位っていうところだけどもね、入ったらこっちのもんだからね、ここでしっかり結果出して続けていくっていうのはね非常に頼もしいなと。あと平ね、やっぱいいね、いい感じだね。あとまあ今日はねレフト守ってたけども、去年のフレッシュオールスター見た時はサードとかね守ってたけど、まあ足もあるしね、この振りもいいし、ベンチに置いてね、何かあったらどこで守れますよ、 UTT ですよっていうところでチャンス伺うとしてもね、やっぱいいアピールをしたし、セーフティーバンドもね意表をつくナイスセーフティーだったし、まあそういったところではね、やっぱちょっとね去年のフレッシュで見て感じたままね、今年キャンプ見てもね、やっぱり平ちょっと魅力あるな、いい感じだな、こっからどこまでねポジションを奪っていくのかなっていうところはね、楽しみでもあるし、田中和樹ね、試合では4打数ノーヒットだったけど、バッティング練習めっちゃ良かったのよ、当たったらパンチ力もあるしね、だからここ試合の中でね、このね、バッティング練習のパンチ力っていうかね、思い切りの良さがね、どう活かせるかどうかが勝負だね、なんかね、試合になったら窮屈そうだよね。バタバタしてるしね、ここがバッティングね、バッティング練習見てたらやっぱり魅力あるんだよね、これがどう実践に生かせるか、まあそこが難しいとこではねあるんだけども、まあねこう勝ち取っていかないとね、中島もねルーキーで入ってきたしっていうところではね、勝負どころになるからね、この練習の感じをどう生かせるかがねポイントかな。あと今日ね投げたのが藤井、そして伊藤真央、西垣、松井っていうところでね、まあ藤井もなんか制球定まらないね、なんかボール多いし、なんかまあランナーも出しながら、まあなんとか1失点で抑えたかなっていうところもあるけどもね、もっとストライクどんどん投げていって、そこから勝負していかないと、そんなびっくりするような球がねあるわけじゃないからね、やっぱボール戦こうなってくると苦しいし、なんか見ててもなんかもう重くなるね感じがね、だからもっとどんどんストライク投げていってっていうところで、だから野村がねあれ三振だったかなした時ように、ボール球振ってくれるとね楽になるけども、ボール球振ってくれなかったらもうそこでどんどんカウント悪くなるからね、だからこのストライクゾーンでどうやってねカウント取っていくかっていうところをもっと学ばなきゃいけないね、なんかちょっと打たれるの怖がってんちゃうかっていうのはね、ちょっと感じるね、そこがどうか分かんないけど俺にはそう感じるね。で続いて伊藤真央ね、サイドストロークはいい形で投げてたし、今日一番良かったのは西垣だね、なんかホームね、こんなこと言ったらあれかなと思うけど、ちょっと若干あん中にね似てるなっていう東京ホームでしたけど、まあ、ちょっと突っ立ち気味かなっていうところもあるけどもね、しっかりねそこからバランスよく投げてるし、スライダーっていうところもねいいところに決まってるっていうところではね、ここでね、まあ、リリーフね大きな戦力になっていけばいいし、松井ね最後、まあ3点取られちゃったけども、いい感じで投げてるけどな、カーブとかもそうだし、なんかバランスがはまればいいけどね、だからもうちょっとねこうね全力で多分投げてるだけなのよ、その目いっぱい、だからもうちょっと考えながら
ここはコースなのか高さ低めなのかっていうところを考えながら投げるともっといいような気がするね。なんかいい球あるけど、なんか一生懸命投げてるだけっていうね。もうちょっと考えてやっていかないと、もうなんかカウントいいのに突拍子もなく甘いとこ投げたりするから、まあ全力で投げてるっていう感じもあるけども、なんかカーブとかも良かったし、いい球がねあるんだけど、それを生かしきれないっていうところもあるから、もうちょっとそのここは高さは高くても低くてもどっちでもいいから、コースしっかり投げると、甘くてもいいから低めに投げる、勝負どころからしかワンパンでもいいから低め投げるっていうところを考えながら、もうちょっとそれをピッチングに活かせるともっと良くなるんちゃうかなっていうね感じもします。なんかもったいないね、あの投球見ててもね、あのいい球あるのにそこでそこ投げるみたいなのが、ね、あるからね。でも伊藤真央と本当に西垣はねいい感じで投げれてたしね、伊藤真央若干サイド気味に来るからね、アクセントの一つとしてはあのリリーフの中ではいい感じになるから、まあ、藤井はもうちょっとストライクゾーンで勝負できるようにっていうところと、まあ、松井はもうちょっと頭使ってもうちょっと意識しながら、西垣はいい形だったからね、三振も取ったし、まあ、これをね引き続きこの実戦でねやっていければ、一軍のポジションね奪えるようになるんじゃないのかっていうところ、制球もまとまってたからね、あの1イニング14球ね、球数も良かったし、非常にいいピッチングだったんじゃないのかなと。まあ、伊藤もね1イニングね8球というところで、まあ、相手がね打ってきたっていうねところと、まあ、すぐダブルプレーっていうところもあったからね、球数少なくっていうねところにはなったけどね、ここら辺はいい感じのピッチングに見えましたっていうところがね、まあ、今日の楽天のね練習試合見た佐々木評論でございます。まあ、日刊スポーツに掲載されてますので、もっと詳しくギュッと書いてますからね、ぜひあのネットでも読めますから見てください。さあということで、明日で最終です。であと西武ライオンズがね、あのキャンプ地の時に佐々木が宮崎にいる間に来てなかったので、あの西武だけちょっとキャンプレポートありません。これやっぱタイミングの問題もあるからね、全チーム見たかったけどね、西武も1日からキャンプしてくれれば見えるけど、謎に5日からっていうところでね見えない。で明日はね、宜野湾に行って、DeNA と中日の練習試合を見て、それで佐々木のキャンプレポートは終了します。31日からかけて、2月12日にまで約2週間ぐらいで、11球団レポート毎日してますからね、今日のも載ってますからぜひ見てください。ということで佐々木のキャンプレポート、東北楽天ゴールデンイーグルス編でした。今へ頑張れ。